それは今から1000年以上も昔のお話。空に浮かぶ大きな島、天上界には魔法と呼ばれる不思議な力を使える人々が住んでいました。彼らは魔法のほうきで空を飛び回り、寒くなれば魔法で火を起こし、暑くなれば魔法で雨を降らせ、悠々自適の生活を送っていました。天上界は魔法使いたちによって発展しました。魔法の力で農作物をたくさん生み出し、石や金属を加工して建物や道具を自在に作り出しました。町は栄え、国は起こり、文字通り空に浮かぶ楽園が出来上がったのです。天上界の魔法使いは私たちの住む地上界にも降り立ち、さまざまな魔法の技術を伝えました。そして地上界も天上界と共に栄えていきました。しかしある時を境に、その夢の世界は終わりを告げます。度重なる大災害によって天上界との交流は途絶え、いつしか私たち地上の民は魔法を失ってしまいました。こんなのただのおとぎ話だと思ってました。でも天上、そしてこれが天上界と地上界を結ぶ無限の塔。なぜあるのか誰も知らないと言われてきましたが、古文書の記述が正しければ、えいやっぱり何も起こらないですよね。
生だな。俺は土の精霊フラワーゴーレム。早速だが、お嬢ちゃんの力見せてもらおう。はい、よろしくお願いします。大したもんだね。ゴリラパーよいしょ。まだまだだ。早速だ。はい。まだまだ行きます。さあ、じゃあ、さあ、よいしょ。それ行きますよ。ファイヤーボール。さあ、行きます。じゃあ、さあ、行くよ。やべ、それに裏へ。行け。花の花が弱点だからね。さあ、ファイヤーボール。よいしょ。さあ、さあ、これはどう？見るなよ。じゃあ、それ。本当ですか？ありがとうございます。
こと言うねよサラマンダー。可愛い子に力を貸したいと思うのは男の性なんだよ。何それ、下心丸出しじゃない。ま、メリーちゃんがいいって言うなら別にいいんだけどね。土の魔法アースシールドは突撃してくる雑魚どもから身を守ることもできる。